皆さんこんにちは。今日も楽しく競馬ランチを始めていきたいと思います。今日は、遠藤瑞希の司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。今回のゲストは1年生の大橋敦子さんをお迎えして競馬ランチを始めていきたいと思います。入学してから少し経ちましたが、大学生活やスクール活動などについて楽しく話を聞いていただきたいと思います。私のサークルの後輩でもあるでは、よろしくお願いします。ちょっと緊張してるような まず簡単な自己紹介から、前と学年だった高校の人に聞いてください。大橋敦子と言います。岩川国際文化です。今年1年生になりました。出身高校は初め中等教育学校です。初め中等、はい、来たことない。今話題を書いたのか。新卒の学校で私1年生なんで、先輩がいないんですよ。そうなのか、はい、とは卒業証書とか、あ、そう、卒業証書はとか、はい、名簿一番とかもゼロゼロでしょ。あ、ゼロゼロ。やばい、超レア。ね、まあ今高校卒業して大学で競馬大学に入って、はい、大学進学になって競馬学部に。英語教育を力入れてきてるので、英語苦手なんですけど、将来は海外住みたいなって思ってるので、じゃあちょっと頑張ろうかなって思いました。ALT の先生の数も前にすごい多いですね。あれ、そうね、ですのアニメの英語は何だったら色が見えない答えだけで伝えるけど、なんか英語の他にやりたい語学とか。英語の他に俺みたいな語学とか。そうですね、今はあんまりないです。はい再開して、高校の中にいろんな人と再開して、今は、はい、楽しいです。で最初緊張した苦手してこう、友達できるかなみたいな緊張しましたね。私もしたもん。私も自分の出身校がいなくって、だから話せないとか思って。なんか逆に、なんかオリエンテーション合宿とかあった。ありましたね。あれどうだった。あれはすごい、なんかデビューと仲良くなるとか、すごい良かった。ガルセミ、あの山本先生だった。はい、そっか、なんかオリエンテーション楽しかったのかな。感じで綱引き、綱引きは全敗したんです。全敗したんです。1回も勝てなくて1勝くらいしたかったなっていうのがありますけど。あれ、手引いたのか。はい、痛いです。あと何したのオリエンテーション。なんか山田先生がバレーボールが好きならしいんですけど、なんかバレーボールをして行かれたんですけど、なんか体育館が使えなくて、結局なんか全部で集会やってやったんですけど、ちょっと解散になった。そうなんだ。はい、なんかアイマス体験。やった。ブラインドオフ。あ、ブラインドオフ。どうだった？あ、なんか段差がこうだった。あ、わかる。そうだよ。逆になんかまだ大学に慣れないなって思うことがある。
めてのアイテストとか。そうですね。科目とか多いの先生って私。キリスト教学とか。ああ、リポートが。そうだよ。苦労してるんだな。サークル？サークル、はい、サークルには入ってます。はい、軽音部に入ってます。ああ、軽音部に何か楽器をやってますか？今、ベースを練習中です。うまくいったりそう？頑張ります。なんか、軽音部に入って、他に何か楽しみました？弟陶芸部だったんですけど、本当最近全く行けなくて、先輩方に申し訳ないことだなって思ってるはいるんですが、はい、なんか行くのがベースが楽しくて、そっちの方ばかり行ってますね。なんか陶芸とか作るんですか？あ、はい、なんか作りました、マスタット。本当に、はい、あのいつも手をあのマスタットをライブでなんか携帯にこう作ってるような可愛いマスタットでは、だい私やっぱり得意ではないです。ありがとうございます。週にどのくらい活動するんですか？陶芸とか陶芸は先にやりたいんで、で、経営学の人は毎日空いてるから、ね、うん、うちとかあるサークルの告知です。サークル多分終わっちゃったから、はい、じゃない。私告知がすごいあるんだけど私と告知していいんですかね？実は13日にフリースタイラーと国際ダンスサークルがダンスイベントを開催するんですね。で、6時から食堂の前とアネックス、アネックスの中でダンスをやるので、毎日みんな一生懸命練習してるので、ぜひ見に来てほしいなという告知があります。ぜひ小川さん、ユーストリームとかでこう、配信をすごい期待してるんですけど、もう多分慶応カレッジさんと先生と俺と、あ、誰かが多分前線を取ってると思う。あ、本当ですか？ぜひお願いします。いつだっけ？13日水曜日です。6時か。6時か。室内、室内のアネクスのよりは決まったら、はい、ツイッターに公開してもらって大津って遠いよね。はい、千葉から2時間かけて通ってます。どうやって通ってるの？電車バスとか学バス、はい、どのくらいかかるんですか？行きだけで2時間、はい、2時間くらいです。え、一限の時とか何時くらい？5時起きです。5時起き無理だ私。すごいよね。車で通ったりとかしたと思うの？免許持ってないですよ。免許取らないの？免許取りたいんですけど、どうしましょうってなってね。ないよ。夏休みとか。はい。30万円かかるよ。絶対車の方が便利だと思う。時間もかけて。嬉しいですか？全く。緊張したもん。はい。
時期を出してやらなきゃいけなかったし、あれできなくて、なんかぎこちなくて、あとでちょっといろんな人からぎこちなかったって言われて、一瞬止まったよ。ママ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 なんか資格とかって将来取りたいと思う。今は当時そうなんだ。2歳だったら何の申請だったの。社会社会じゃあ後期からあれだね。見せた方がいいですよ。見せた方がいいですよ。見せた方がいいですよ。
はちょっと嫌だ。自分投げるんだから。はい、全部投げます。結構頭大きいし、字も動かない。ちっちゃいのかな。でも髪の毛で隠れちゃう。隠れてる。あんまり意味ないですね。大きいですよ。全部ですね。髪長いな。女性スワンじゃ。最初のちょっと重たいかもしれない。髪の間からこうキラッと光るのがちょっと起きるみたいな。可愛い可愛い感じ。頑張ります。頑張ります。何かありますか？ここに飛んできたの。今年1年生初ですよ。そうそうそう。1年生初めて。初めてなんですよ。初めてなんですよ。そうなんですね。どういう緊張してるよね。さすがに緊張してるよ。はい、すごい。印象どう？印象、うん。結局、裏方のこれ。素晴らしい。記録は記録を取ってる。いやー、私も面白かった。私も面白かった。私も面白かった。終わって入る。でもちゃんと伝えて読んだでしょって。これこれこうだよ、みたいな。ちょっと言いますね。お昼。みたいな。ピアスなんでそんな開けた？ノリです。ノリかけ？ノリで耳にそこまで穴があるから。いや、なんかあれ、なんかの。あのピアス2つだけ高校卒業式の2日後に開けて、あのうちの妹さんがちょっとビビりなんですけど、であのあの見てもらってたんですけど、ここここって言ってて、ちゃんと見てくれなくて、でそこずれちゃったんです、そいつが、はい、それであもうそれはもう1個開けるしかないなって言って開けて、なんか3つになって、でなんかこうバランス悪いなと思って、なんかノリで言ってました。バランス悪いな。バチバチバチ。もう一人は横で話さないで、みんな空いてるから、それぐらいに空いてる。これ完璧さ、あの何してんの。まだ開ける気はある。もう一個だけ開けたいな。ちょっとやだ。まだ行くか。もう一個だけ何個も開けたいな。もうみんなのピアスよ。怒られちゃうかもしれないです。うん、まあ大学だからそこら辺はなんかでしょ。死んでる。いつ落ちましたら、なんでもいい。こんな感じで聞いてる。1回で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 1そんな嫌われるようなことどうやって言うんだよ。この流れの中で。特定の時間。よく怖くないよね。はあ、穴開くんだよ。はあ、開いちゃいますね。穴開くんだよ。貫通してんの。穴開くだろ。耳だからいいものが足とかで例えるとこっからここまでズバンと穴開いてる。それはちょっと、それは気圧に大丈夫です。なんかあれです、あの、はい、この耳の上とか痛くないんです。あ、はい、あ、あ、あ、つくない。確かに終わりなんで。何が怖い。パチンの音聞くだけでも引き触れ上がったもん。それじゃダメでしょ。たまに鼻にしてる人間いるんだけど、 あれは何、飼われてない。どこに飼われてるのかなぐらい。じわじわと注射して、こう、頭の中をこう、こうやってる。一気じゃないですね、こう。そうですね、口もいるし、あれは飯が増えるって言ってた。頑張れたことある。優さなり無理だったね、その間に。
予備チャンネルがすごい記録を更新してるんで23人で本当ですか、計23人で見に来てるのが6人近く、あーマジそんなの一瞬ぐらい6人じゃあ22人出てるのかな、これからね、まだ4年間大学があるから、はい、まあ、サークルとか、はい、イベントとか、はい、いっぱい参加して、はい、キャンパスライフを、はい、過ごしてほしい、はい、ありがとうございます、はい、そしてバンドも、はい、頑張って頑張りましょう、はいはい、では今日のゲストは大橋あつこさんでした、ありがとうございました、ご苦労さまです、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。